絶対に言ってはいけない 2B2D。 まず最初に紹介するのは小麦の谷だ。みんなは小麦の谷という名前を聞いてどんな構造物を想像するかな？ちょっと考えてみてくれ。そろそろイメージできたかな？それじゃあ答え合わせといこう。小麦の谷はある地域をすべて草ブロックで覆われた場所なんですわ。場所によっては1000ブロック以上の範囲を端から端まですべて草ブロックに覆われていたんだぜ。場所によっては名前の通り小麦が植えられていて、 2B2T とは思えないほどのどかな空間が広がっているんだ。ところどころ松明が設置されているから夜になると昼とは違い、幻想的な一面も楽しむことができる。渓谷には砂岩やネザーラックを使った大きなピラミッドや柱、スフィンクスなど古代エジプト風の建物も数多く建設されていたんだぜ。こんな素晴らしい構造物を作ったのはジャングさんだ。ジャングさんは他のプレイヤーとの交流があまり好きではなく、小麦の谷の建設にたくさんの時間を費やしたんだぜ。小麦の谷が作られ始めたのは2011年の頃だな。 2B2T は自然がないと言っても過言ではない場所だ。だからジャングさんが作った小麦の谷は、食料不足に陥っているプレイヤーにとって宝の山。小麦を壊し中には植え替えない者もいたんだが、そういったプレイヤーから小麦の谷を守るプレイヤーもいたんだ。それがオフトピアさんだな。オフトピアさんはジャングさんが交流した数少ないプレイヤーの一人で、どんな犠牲を払ってでも小麦の谷を守った番人のような存在だったんですわ。しかし守り続けるのにも限界がある。しかもここは破壊を繰り返す 2B2T だ。小麦の谷は何度か破壊の危機を迎えるんだぜ。2016年の夏にはラッシャー戦争という大規模な紛争が起きたんですわ。ラッシャー戦争の最中、小麦の谷はレジスタンスや一部のチーム、ラッシャー、メンバー、ラッシャーの新参者など多くのプレイヤーによって被害を受けたんだ。何度か修復作業が行われるものの完璧に修復することはできなかったんだぜ。そんな時、ロシアの人気 YouTuber であるブルドジェットさんが小麦の谷に現れたんだ。ブルドジェットさんはもともと 2B2T でプレイしていたんだが、しばらくサーバーでの活動を休止していたんですわ。しかしラッシャー戦争の後、 2B2T に戻ってきたブルドジェットさんは旅に出ることを決めたんだが、立ち寄り先の一つが小麦の谷だったんだぜ。戦争の被害を受けた小麦の谷は見るも無残な姿に変わり果てており、ブルドジェットさんは一生懸命修復作業をするプレイヤーを発見したんだ。彼らを見たブルドジェットさんは助けたい、力になりたいと思い、修復するためのプレイヤーを集めたんだよ。なんて優しい人なんだ。だけど残念ながら集まったプレイヤーはあまり多くなく、ブルドジェットさんは友達の友達にまで声をかけて、30人ほどのプレイヤーが集まったんだぜ。ここまで来れば修復作業もサクサク進むかと思いきや、そういうわけでもなく、たびたび問題にぶつかって思うように作業は進まなかったんだ。だけどブルドジェットさんはそれでも諦めず、コミュニケーションを取ったり情報整理を行ったりして、徐々にピラミッドなどの小さな構造物が修復されていったんだ。そしてついに2021年5月15日、小麦の谷は完全に修復されたんだぜ。どうもこんにちは、マイクラやってるかい？というわけで今回は 2B2T にある構造物を紹介していくぜ。本編に行く前にお知らせだ。マイクラまとめ局ではオリジナルグッズを販売してるぜ。いろんなグッズがあるから使ってくれると嬉しいぞ。それからメンバーシップ限定のディスコードサーバーもあるから、こちらもぜひ参加してくれよな。それじゃあ本編スタートだ。マイクラで建築を楽しむプレイヤーの中には街を作るプレイヤーもいるよな。時には街ごと宙に浮いた空中都市や巨大な国家を作ることもあるだろう。今回は 2B2T に建設された水上都市ザ・ドレインを紹介するぜ。ザ・ドレインを建設するプロジェクトがスタートしたのは2016年8月。あることをきっかけに、ウィリー・ルーフさんとオフトピアさんがザ・ドレインのプロジェクトをひらめいたんだぜ。何がきっかけかわかるかな？ちょっと考えてみてくれ。そろそろわかったかな？それじゃあ答えを解説するぜ。二人がレディットというサイトを見ていた時のことだ。レディットとはアメリカの2チャンネルのようなサイトのことだな。レディットで神かえさんというユーザーがある画像を投稿したんですわ。この画像を見てザ・ドレインの建設を思いついたんだが、どんな画像かわかるかな？ちょっとイメージしてみてくれ。そろそろ思いついたかい？正解はこの画像だ。神かえさんは画像のような幻想的な排水施設を海のど真ん中に作ると投稿していたんですわ。その投稿を見た二人は、これをマイクラの世界で作ってみてはどうか？しかも 2B2T で作ることができればもっと盛り上がるのではないか、と考えたんだぜ。ザ・ドレインはたった二人のプレイヤーが建設したわけではなく、チームオーロラの一部のメンバーも建設に参加したんですわ。チームオーロラとはレジスタンスから追放された、ネダットさんが2016年9月に設立したグループだな。ザ・ドレインを作るきっかけとなった画像を見ての通り、ザ・ドレインの建設には大量の水やブロックが必要だ。ここで様々な問題点が出てくるんだぜ。みんなはわかるかな？ちょっと考えてみてくれ。そろそろ思いついたかい？ 2B2T へ実際に行ったことある人や見たことある人はわかるだろうが、 2B2T に自然というものは存在しないんですわ。マイクラの世界は無限に広がっているようなものだから、厳密に言えばあるにはあるんだが、見つけるのは相当難しいんだぜ。しかも 2B2T には嵐が山ほど存在してるんですわ。何かを作ろうものなら率先して壊しにかかるプレイヤーも数多くいる。構造物やプロジェクトは大きくなればなるほど目立つし、嵐の餌食になることが多い。嵐に見つからず大量の水やブロックを使ってザ・ドレインを建設しなければいけないんですわ。だから二人はまずり
陸から離れていて、ザ・ドレインの建設に使えそうな海を探す旅に出たんだよ。そして二人はついに理想的な海を発見したんだぜ。だけど建設に使えそうな場所を発見したからって、自動でザ・ドレインが建設されるわけじゃないぜ。さっきも言った通り、ザ・ドレインの建設には大量の水やブロックが必要だ。水は海を発見したからほぼクリアと言ってもいいだろう。でもブロックはどうする？ブロックは別の場所から調達しなければいけない。みんなだったらどうするかな？想像してみてくれ。そろそろイメージできたかい？この二人はなんと物資の隠し場所を作り、さらに地下にトンネルを掘って線路まで繋いでしまったんだ。物資の隠し場所から建設予定地までトロッコを使い、一括でアイテムを運んだんだよ。さらに全てのアイテムの運搬を終えた後、隠し通路や隠し部屋は全てブロックで埋め痕跡を全て消したんだ。一つ壁を乗り越えたら再び壁が行く手を阻むのが 2B2T だぜ。次はザ・ドレインを建設する場所の水抜きをしなければいけないんだ。水を抜くチートがないため、二人はブロックやスポンジ、TNT を一つずつ置き、手作業で水抜きや整地の作業をしたんだよ。た部分に緑豊かな広場を作ったり、周りには一つ一つテーマが異なる構造物を建てたりしたんだぜ。次に紹介するのは地上絵だぜ。 2B2T には立体的な構造物だけでなく地上絵も建設されてるんですわ。最も有名な地上絵はスボーンメイソンのロゴマークだと思うぜ。スボーンメイソンとは 2B2T 史上最強、いや最強の組織とも言われていて、スボーン地点の巨大建設をすることが多いグループなんですわ。素晴らしい建築の一つに先ほども少しだけ出てきたスボーンメイソンの巨大ロゴマークの地上絵があるんですわ。スボーン地点上空に横 11,930 ブロック、縦 11,594 ブロックの範囲に、スボーンメイソンの巨大ロゴマーク地上絵をたった8日で建設したんだよ。そしてスボーンメイソンの巨大ロゴマークの、右下のあたりにある地上絵を建設するプロジェクトがスタートしたんですわ。プロジェクトメンバーはパオ、サンヤ、ニックド、サンなど日本軍に所属する13名のプレイヤーだ。使われたブロックは黒曜石のみで、昼も夜もひたすら黒曜石を並べる作業を繰り返していたんだよ。黒曜石の数、一体いくつくらいだと思う？ 1、50万個、2、100万個、3、200万個、この中に答えがあるぜ。一つだけ答えを選んでくれよな。そろそろわかったかな？正解は3の200万個だ。というわけで今回の目標高評価数は200万だぜ。みんな、協力よろしくな。話を戻すけど200万もの黒曜石を集めるのは容易じゃないんですわ。何度も言っているが 2B2T は嵐が存在するワールド。嵐に気づかれて襲われることだってあるからな。それでも13名のプロジェクトメンバーで200万の黒曜石を集め地上絵を完成させちまうなんてすごいぜ。あ、そういえばどんな地上絵かまだ紹介していなかったな。パオさんたちが作った地上絵は、ホロライブに所属するウサダペコラさんのデフォルメイラストだぜ。マイクラって曲線を表現するのが難しいんだが、パオさんたちが作ったペコラさんの地上絵は、まるでイラストのような仕上がりで曲線が美しい構造物になってるぜ。次はかつて 2B2T の最大拠点の一つと言われた構造物、サマーメロンを紹介するぜ。その前にまずはウィンターメロンという構造物を紹介するぞ。ウィンターメロンは都市 A、3と、爆戦と、3の2人によって建設された基地なんですわ。ラッシャー戦争の後、2016年10月28日に建設がスタートされたぜ。ウィンターメロンはもともと控えめな塔と、地下に広がる巨大な貯蔵エリアがある基地を想定されていたが、トシエさんはもっと大規模な基地をイメージしていたんですわ。順調に建設が進み、トシエさんや爆戦と3以外にも、様々なプレイヤーが住民として迎え入れられ暮らしていたんだが、2017年3月16日に第4帝国と呼ばれる組織によって、破壊されちまったんだ。第4帝国はラッシャー戦争の最中である2016年6月に、ティム MC ニュークパンツさんによって設立されたグループだな。ウィンターメロンが破壊された後、建設されたのがサマーメロンだぜ。サマーメロンはトシエさんや爆戦とさんの他にも、アーロン・アルビンさんやザローン・ロナーさんなど、様々なプレイヤーに建設されたんだ。サマーメロンは当時の 2B2T で、最大の拠点の一つと言われており、わずか4ヶ月で建設されたんだよ。だけど残念ながらサマーメロンも破壊されちまったんだ。のどかで美しい街だったんだけどな。今まで紹介した構造物や一つの建物や複数の構造物でできた街だったよな。次に紹介するのは壁だぜ。壁ってマイクラでは簡単に作れそうなものだが、今から紹介する壁はプロジェクトが立ち上がって、ブロックを積み重ねて作られた立派な構造物だ。名前はリンクド、ホライゾン、ウォール、発案者はオメガ O003 だ。オメガ O003 は日本でも有名な、あのアニメにインスピレーションを受けて、2021年1月4日にリンクド、ホライゾンプロジェクトを開始したんだよ。どのアニメかわかるかな？ヒントは何度も出てきてる、壁、だぜ。ちょっと考えてみてくれ。そろそろわかったかい？正解は進撃の巨人だ。見たことない人のために簡単に説明すると、進撃の巨人には人々を襲う巨人が外の世界にはうようよいるんだよ。人々は壁の中に街を作って暮らしてるんだ。その壁は人々の命や生活を守ってるんだぜ。オメガ O003 は進撃の巨人に出てくる壁のように複数の巨大な円形の壁を作ろうと考えていたんですわ。だけどたった1日作業をした後、現実的に考えて建設できる壁は一つだけであることに気づいたらしい。リンクド、ホライゾン、ボールを建設する場所はスボーンメイソンの巨大ロゴマークの真ん中だ。何が現
3人で複数の壁が作れなくなったのかはちょっとわからなかったから、知ってる人がいればぜひ教えてほしい。プロジェクトメンバーの一人でもあったアイアンエクセプションさんは、半径2048ブロックの壁を作ることを提案し、2021年1月7日厚さ3ブロックの巨大な壁を建築する、リンクド・ホライゾン・プロジェクトがスタートしたんだぜ。壁とはいえ半径2048ブロック、厚さ3ブロックの壁を作るのは容易ではない。だけど様々な支援や協力者のおかげもあって、リンクド・ホライゾン・ゴールは時間が経つにつれ、スムーズに建設できるようになったんだ。今から支援や協力者を紹介するぜ。一つ目はアイアンエクセプションさんのサークルチェッカーモッドだ。これは壁のパスを視覚化することができ作業効率を上げたぜ。二つ目はハイウェイワーカーズユニオンとエニグマ0083の指導だ。ハイウェイワーカーズユニオンは高速道路の建設や修理を専門に行う団体だな。ハイウェイワーカーズユニオンとエニグマ0083の指導のおかげで効率的に作業できるようになっただけでなく自動化もされるようになったんですわ。そんなこんなでプロジェクトスタートから125日後の2021年5月12日リンクドホライゾンウォールは無事に完成したぜ。黒曜石を使い作られたんだが一体どれくらいの黒曜石が使われたと思う？1、200万個、2、500万個、3、800万個。正解だと思うものを一つだけ選んでくれ。そろそろわかったかな？正解は3の800万個だ。厳密には826万個の黒曜石が使われたんだぜ。リンクド・ホライゾン・ウォールは 2B2T 史上3番目に大きな黒曜石の構造物となったんですわ。今まで紹介してきた構造物は全てオーバーワールドで作られたものだ。マイクラにはオーバーワールドの他にネザーとジ・エンドという2つのディメンションが存在する。オーバーワールド以外のディメンションはどうなってるの？そう思わなかったかい？もちろん、ネザーやジ・エンドにも構造物が作られているぜ。次はジ・エンドに作られた構造物を紹介しよう。その名も、スペース・バルキュリア・3だ。そもそもジ・エンドで構造物を作ること自体が難しいんだぜ。オーバーワールドやネザーほどデコボコしていないから、作業していると嵐にバレやすいんですわ。だけどスペース・バルキュリア・3を設立した。ジャック・ザ・リッパーさんは、ジ・エンドに基地を作ることを決めたんだぜ。名前に3と書いてあることからわかる通り2も存在したんですわ。だけど残念ながらスペース・バルキュリア2が破壊されてしまい、ジャック・ザ・リッパーさんはジ・エンドに大規模な基地を設立。その基地をスペース・バルキュリア3と名付けたんですわ。スペース・バルキュリア3は、宇宙ステーションのような見た目をしていて、ジ・エンドの雰囲気とマッチした作りになっているぞ。残念ながら2019年に嵐によって発見されてしまい、破壊されてしまったんですわ。破壊されちまった後、レディットにスペース・バルキュリア3が存在していた頃のワールドデータが配布され、スペースバルキュリア3の存在をたくさんの人が知ることになったんですわ。次はネザーに作られた構造物を紹介するぜ。名前はネザーハイウェイ、名前の通り道路のような構造物だな。黒曜石でできた通路でネザーの高さ 120.00 地点から X 軸と Y 軸の方向に世界の果てまで黒曜石の道が続いてるぜ。ネザーハイウェイはハイウェイ、ワーカーズ、ユニオンやモーターウェイ、エクステンション、グルズなどが作った高速道路だぜ。モーターウェイ、エクステンション、グルズはネザーハイウェイを作るために結成されたグループだ。ネザーハイウェイを作った理由はプレイヤーのためだぜ。すでにオーバーワールドは嵐のせいで資源は一つもない。だからプレイヤーが新たな資源を手に入れるために作られた構造物なんだよ。どうしてネザーに作られたのか、マイクラで遊んだことがある人ならわかるよな。ちょっと考えてみてくれ。そろそろわかったかい？ネザーの一歩はオーバーワールドの8歩だからだ。オーバーワールドを移動するよりネザーを移動した方が資源に早くたどり着けるんだぜ。だけどネザーって溶岩の海が広がっていたりデコボコしていたりして歩きにくいよな。だから歩きやすいように黒曜石の道路を建設したんだよ。実はもともと黒曜石で作られていたわけではないんだ。どんな素材で作られていたと思う？1、木、2、石、3、土。この中に答えがあるぜ。一つ選んでみてくれ。そろそろ選べたかい？正解は2の石だ。土や木と比べて多少破壊しにくいが、やっぱり石は爆発などで簡単に壊れてしまう。ネザーハイウェイも建設中に嵐にバレてしまい、ベッドなどで破壊されちまったみたいだぜ。破壊活動は数日にわたって行われたらしいぞ。1日目はさっきも紹介した通り、ベッドを使った破壊だ。ネザーでは寝ることができず、ベッドで寝ようとすると大爆発が起こるんだぜ。そのシステムを利用して嵐たちはベッドを大量に設置し、あえて爆発を起こしネザーハイウェイを破壊したんですわ。ハイウェイ、ワーカーズ、ユニオンなどの建設に携わってるプレイヤーたちは、それを見て素材を黒曜石に変えることにしたんだぜ。黒曜石ならベッドの爆発にも耐えることができるからな。でもここで終わらないのが嵐だ。次は大量のあるものを用意したんですわ。ネザーハイウェイを壊すために用意したもの、なんだと思う？マイクラには爆発するものがたくさんあるけど、ちょっと考えてみてくれ。思いついたかな？
正解はウィザーだ。ウィザーの攻撃手段の一つに爆発があり、黒曜石を壊すほどの威力がある。さらにウィザーがネザーハイウェイを作るプレイヤーを敵対することで邪魔をすることもできる、まさに一石二鳥の作戦だったんですわ。ここでちょっとした戦争が起きるってわけだな。プレイヤーたちも嵐に負けずウィザーを対処したんだが、次に嵐が用意したのは蜘蛛の巣だったんですわ。早く移動するために作られたネザーハイウェイに蜘蛛の巣を敷き詰めて動きを遅くしようという作戦だったらしいぜ。お互い試行錯誤しながら続いた戦争だったが、最後には管理者が介入し少しずつ幕を閉じたってわけだ。最終的にはネザーハイウェイが無事に完成したぜ。それじゃあまた次の動画で会おう。バイバイ。